三塚優子は日本の女子プロゴルファー。茨城県水戸市出身。血液型 A 型。所属は保険の窓口グループ。得意クラブはドライバー。ゲームと漫画を好むことから秋葉系ゴルファーとも呼ばれる。茨城大学教育学部付属小学校、茨城大学教育学部付属中学校、埼玉栄高等学校出身。 2006年の最終予選会で6位に入り、翌2007年のレギュラーツアー出場系を獲得。同年の MMT 杯ダンロップ OP で初優勝する。2007年度の賞金獲得順位は14位。2008年は7位で、同年のループが新人賞と、日本プロスポーツ新人賞を獲得する。2010年5月のサロンパス杯では、スロープレーによる2バツを不服として、 途中棄権した。この行為に対し、ルプガは罰金200万円と2年間の新人セミナー受講という前例のない処分を下した。また、三塚自身も2ヶ月間の出場自粛を申し出た。2011年9月11日、日本女子ツアーの第18戦で公式戦第2戦となる日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯でメジャー初優勝。 2012年から3年連続で賞金シードを失う。2011年の公式戦優勝による3年シードも失った2015年シーズンは奮起し、賞金ランキング38位でシードに復帰。しかし2016年は試合中の負傷により5月6日に右監視朝指ク筋キン損傷と診断され、トーナメント特別保障制度の適用を申請し、承認された。 2017年2月9日結婚。入籍日は、夫と自身が肉が好きであるため語呂合わせ。恵まれた体格から放つドライバーショットは、平均260から270ヤード。自身も、最大の武器は飛距離と辞任する、女子ツアー切手の飛ばし屋。ありがとうございます。